始末屋だった。あ、何でしたっけ。ニトリ。ニトリともう一個間違えるやつ、あ、島村。あ、そう、絶対そのレベルで。違います。パンケーキとシフォンケーキ違います。すぐなんか怖い、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 怖い。花子の見えです。じゃあ俺がそれがオープニングですか。じゃあ開始します。はい、お願いします。FM ギノワン、お聞きの皆さん、こんばんは。時刻午後8時30分回りました。菊味噌加工房夢工房のありますですね、八重瀬町から来ております。研究員の穴子奈美恵子と伊藤さんでございます。こんばんは。何研究員、じゃあ、うん、ストライプザットです。おお、そういうことね。なんでじゃあってその言わされてるか。じゃあだってそんなミドルネーム的なのないんだもん。ちゃんとお前紹介しないで。ちゃんと俺はシフォンケーキって言ってるよ。人をなんかパンケーキってみたいな感じで。全くね。はい、ということでこの、にぎやかなですね、どうでもいい会話で非常に1時間ぐらい盛り上がれるですね、2人が毎週金曜日、沖縄県、中部になりますですね、宜野湾市。ここはどこになるんだろうね、住所。普天間なのかね、うん、普天間、天空、キユナです。キユナ、なるほどね。宜野湾市のキユナにあります天空スタジオから生放送でお送りしております。金曜日の午後8時30分からは私、伊藤と宮里がお送りしております。はい、沖縄ツーリズムラボとなっております。今日ちょっとオープニングからおかしいよ、君。 どうですか。ニトリとか島村とかなんか見たことない。だっていつもシフォンケーキとかパンケーキって全部人のせいにしてさ。伊藤さんが大抵言い間違えるのが、うん、ニトリと島村でしょ。と自販機と公衆電話。そう、公衆電話。このセットがね、うん、すごく切っても切れない。そう、なんか縁があるんでしょうね。一生懸命な公衆電話に向かって自動販売機って言ったな。全くそれは会話が噛み合うわけないよね、うん、いやいやアホだね本当にね。はい、まあ先ほどね、穴子奈美恵ですなんて言ってるんですけれどもね、なかなかうまいよ ね。 FM 宜野湾のリスナーの皆さんね、本当に、この番組ではですね、マラジオももちろんなんですけれども、まあ、インターネットの YouTube そしてツイキャスでも生放送で、お届けしております。こちらから見るとですね、宜野湾市喜友名のですね、天空スタジオの様子も、綺麗に見えますからね。なんかこの番組特別感あるような、いつもキラキラさせていただいて。見て、今日月見えます。見える、見て、見える、見える、すんごいね。これ多分満月とかなるともっといいかもね。うんうん、まあね、確かに本当にこういうところでわざわざね、うん、ライトアップもさせていただいて、本当にね、本当に、まあ、超いいな、いい雰囲気でね、金曜日ラジオしてるよね。いい締めでね、1週間の締めになりますよね。でもそう、今 YouTube ですとかツイキャスでね、オンラインで放送してますってことだったんですけども、いよいよ本当にね、オンラインが短くなってきたね。本当ですね。昨日も午前中1本、はい、午後1本で、はい、ザトにも頑張ってもらって、はい、まあ、オンラインを使った授業をね、はい、やってきたんだけど、どうでした。緊張と、うん、緊張がまず1番、はいはいはい、その次独り言2番目。あ、どういうこと、一人ごと。あ、まあ、一人で喋ってるなんてことだよね。そうそうそう、喋ってる。確かにそれはあるよね、うん、まあ、オンラインで授業するとどうしてもやっぱりリアルの授業とはねちょっと違うから、うん、そうですね、うん、あ、でもなんか堂々としてたし楽しそうだったし、よかったよ。一応楽しかったです、ね、なんかどこにいてもいじられるんだなってちょっと思った。そうそう、で逆にどこいてもこの人本当にいじるんだなと思っただろ。思った。性格なんでしょうね、もう多分もう性格、ここは治らん、うん、もう治らんてね、うん。他の人もビビったらしいけどね。いや、ビビりましたよ、あの笑い。言っていいのかな。可愛い、ね、女子校の、ね、生徒の皆さんに、はい、何番さん、
どうとか言ってね、うん、ギャッハッハッとか言うから笑い方かゆくないよとか言って、本当にストレートにも程がある。いや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 ね、うん、まあ、そういうね、まあでもそれぐらい陽気に行きたいなと思うんですけれどもね、陽気といえばよ、はい、最近このね YouTube たるものでね、うん、僕はなんか時折幸せにしてもらえるシーンがあって、それってやっぱ海外の方々のこの陽気さ、そうね、あれ何なんだろうね、わかんない、なんか自然と陽気よねあの人たち、なんか自分たちのこの楽しそうなのが伝わってくるのがいい、いいよね、うん、なんか多分あれ旗から見たらなんて言うんだろうね、くだらないなっていうことだけど、そうそうそう、全力でやってそんなの気にしないじゃないね、まあ、あの人たちだけかもしれないし、まあ、そうでない人たちもいると思うけど、うん、なんかそういうなんか文化っていいよね、うん、あれ見てるとマジ幸せになるわ。いやあれをリアルで見るじゃないですか、うん、もっと幸せになれますよ。なるほどね、うん、行きたいな。もう伊藤さんが行きたいって言うようになってる。そう I want to go USA でも、おお、本当にああいうの見たら行きたくなる、うん、おお、そうそうそう、でなんかずっと見ていたい、うんうん、死ぬ前の1週間ぐらいはそこでこう、うん、そういう人陽気の人たちを見ながら、うん、こうあの召されたい召されたい召されたい、なんか心から、召したいじゃなくて、そう心からこうなんて言うんだろう、健康というか笑顔になって、はいはいはい、心が笑顔になって羽ばたいていけそう、うん、確かに、そうだからノリノリでいけそう、行ってきますぐらいの、ね、自分もね、そう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 、こんな感じでそうそうそう、行ってきますみたいな感じで、確かに、そう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 、なんかああいう人生行きたいな、ね、なんか離島の人、うん、沖縄もそうなんだけど、離島の人、リあ、リ、びっくりした、はいはいはい、なんかアイランダー精神とかよく言われてるんですけど、うん、絶対なんか違う気がする。おアイランダーじゃなくても、うん、あの大国のアメリカとか、確かにでも全然陽気じゃないですか、超陽気でしょ、うん、羨ましい、ね、あれだけじゃないですよね、あのファミリーでこう、ねねね、バンドやってたあのちっちゃいなんか3、4歳ぐらいの、うん、4、5歳ぐらいかなあの子全力で足上げる、全力で足上げてた子とかさ、あとファミリー感いいよね、いい、そうなの、だ多分あれ、ああいうのって日本の YouTube 見てても、うん、あんまりないじゃない、ないないないね、うん、で結構でもあったじゃない、さっきの3歳の子をギター弾いて、ね、はいはいはい、ああいうのとか、うんうん、あとなんか親族も混じってそうでバイオリンとかフルート持ってとかあったね、何なんだろうね、うん、とりあえず分析する前に一回あっちで楽しみたいですね、行きたい、マジ行きたい、そうそうそう、ね、で「Hey you」って言われたいカモーみたいな、そう一緒にオブラディオブラダーって言われたいどういうこと、そういうことだろ一緒にオブラディオブラダーって言うんですか、そうそうそう、もう全然やるね俺、もうまあやるやる、もうそれで通じます、そのためにそう、うん、俺今一生懸命オブラディオブラダーのこう、うん、歌詞を覚えようと思って、あ確かに今ヒアリングテストしてるからそうやっぱでもなアメリカ人発音がいいわ、まあね、 あれ生まれつきなのかな、もしかして、あ育った環境きっと環境かななあ、うまいな、さすが、どうしてもイングランドの訛りが抜けなくてよ全然、あ、イングランドの訛り、トゥダイ、トゥダイがよ、あ、トゥダイが抜けない、トゥダイが抜けなくてそう、だからトゥデイが聞きづらくてトゥダイって言ってしまう、タダイになる、そうそう本当に全然意味わからん、いや、じゃあもうああいうなんか音楽が近いんだろうね、生活環境に、ね、うん、なんかね、ギター弾いて、うんうん、こう、遊べたり、うん、であとほらなんかこうバケツみたいの叩きながらとか、はいはいはい、ね、だからうまいよね、なんか体とかでも最終的にやってますもんね、やってるやってる、パチパチしながら、そう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 、だからなんか歌ってね、歌日本の場合ってなんかカラオケがあるから、うんうん、そういうのなくても歌えるじゃない、はい、だからそういうのがなくても歌える文化の中で、うんうんうん、育ってるから、うん、そういうのがないと歌えなくなるんだろうね、あもう習慣というか慣れというか、そう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 、だって、はいはいはい、あの昨日見たなんかよくわからん大学の廊下みたいな歌ってるやつ、あれほぼアカペラじゃん本当にねほぼアカペラであそこまで全員30名とか40名でしょ、そう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 、ではみんなが一丸となって、うん、でしかもさ肌の色も関係なくさ、うん、みんなでああね、こうダイバーシティというか、はい、インクルーシブというか、なんかこうね包括性とか多様性で、うん、みんなで一つのものを作り上げる、うん、しかも見たら別にそんな楽しそうでもないっていうハッピーになるよ、ハッピーに、ハッピーになるんだけど、多分本当だと苦しいでこれで多分そこに日本人は多分インスピレーションを受けてやろうとするけど、はいはいはい、もうマネじゃん、まあ確かに二番煎じになってくるわけじゃないね、うんうん、ってなるとまたちょっと半減するし、作られた感があるし、うん、
そうなるとまたな伝わってくるのがあれなのかなと思って、ね、ああいう社会で生きてみたい、うん、なんか 2,3 年ぐらいいいんじゃないです、合いそうですよ、なんか気質よく言われるよく言われるんだが、気質は合うんだが食質がね、食べるところがね、食の部分が気になるのよね。だから日本から食材、うん、この調味料を持ってって、うん、多分向こうの方がスーパーマーケットは新鮮だから、まあね、うんうん、だから、うん、食材は安心できるじゃないですか、スーパーで買えば。そうなの？そうですよ、うん、だから、うん、調味料が不安だったら調味料は一通り持っていけばいいじゃないですか。え、自分で作らんといかんじゃん。まあ3食、うん、大変ね。え人生ってそういうもんかということで、はい、まあ、今僕のメガヒット曲をちょっと1曲紹介して、この曲すごいわ、うん、あのいろんな国で歌われてて、しかもかつみんながハッピーに歌ってる曲、うんうん、やばい。じゃあ、あのラジオを聴きの皆さんもぜひ聴いてください。ザ・ビートルズ、オブラディ・オブラダ。そう、この歌やばい、マジちょっと、うん、今日月が綺麗ということなので。そう、月がめっちゃ綺麗。今ちょっと映しましょうね。え、見えるんですか、カメラで。カメラで、これかなりよれてます。ここまだ難しいかな。 Like your face は分かる。オッケー、今から下がってくるはずだから。オブラディ、オブラダ。あ、すごい、おめっちゃすごい。オブラディ、オブラダ。めっちゃすごい、こんな綺麗に見える。クレーターも映ってますね。まさにペーパーも。あ、いや、くそ。マイザチェニカラゴールデンリン。あ、リン。ここはちょっと分かった。すごい。おー、すげえ、何？ね。おー。めっちゃ真似できますね。ハッハッハ陽気。そう、消えそうですね。ラディ、本当だ。ラダ、っていうのもはっきり見えるぐらい寄れるんですよ。確かに。わあ、雲。おお、わあ、頑張れ。はっはっは。じゃあ曲は間もなく終わります。30秒前、はい、じゃあマイクかけますね。沖縄県宜野湾市 FM 宜野湾天空スタジオからお送りしております。沖縄ツーリズムラボ、この時間は各社の提供でお送りしております。この曲いい。なんかな、なんかハッピーになるよな。ライブ。ハッピーですよね。なんかハッピーになりますよね。はい、なんでなんだろうな。でもなんかあのキャンさんに昨日の日本人のあの歌を見てほしい。日本語やってほしい。ああ、やんでるぞ。あれ聞いたらやばいよな。俺危険だった最後。恥ずかしくなってくる。あら、日本語で歌ってみたっていうのがあったんですよ。はい、恥ずかしかったですよね。あ、ちょっと聞いてみたい。俺も恥ずかしくて最初も最後まで聞いて。なんか私たちだんだん面白くなってここまでやんできそう、あれ。なんか自分最近歌ってみた系でめっちゃハマってるのがあれですね、あのサンシャイン池崎の、はい、あのうっせぇわ。ん？あの本当にうっせぇやつがうっせぇわ歌ってみたってやつがめっちゃ面白い。あ、うるさそう。めっちゃうるさそう。
ぶるな。キャンさんそういう芸風。はい、じゃあいきます。今宵は月が綺麗な宜野湾市FM 宜野湾の天空スタジオからですねお送りしております。出てきましたね。でインターネット放送をご覧になっている方々はね、オブラディオブラダお聞きの間ね、とっても綺麗な月がで、キャンさんが設定してくれた。びっくりしたね、ただのミキサーじゃなかったこの男てかあんな綺麗に映るんですねカメラね。本当に俺が引き寄せた。ちょっと寄ってこいと、ちょっと寄ってこいと、引力、万有引力だ、お互い引き寄せられてるから磁石。そういやいや俺またせよ、最近さ宇宙について知らん。やばそう、どうしたんですか。宇宙も半端ないな。うん、オブラディオブラで聞いて陽気になって多分飛んだんだぞ一瞬そう宇宙の起源 にそう行こうかなと思って。なんかやっぱ宇宙もやばいわね、本当に。でまあまあこうインターネットがあるおかげで今すごいね、人類のこのね文明というのはね、すごいね。だったね、うん、数年前まではそうよ、ね、考えられなかったことが今普通になってるじゃないですか。そうよ何十何億年もかけてやっと宇宙ができて、何百億年とかなかけてさ、うんうんうん、宇宙からこう銀河ができて、また銀河の中にさ、うん、あってさ地球ができて、それからたった何年でここまで来るんだよまあ多分地球ができて1億何年ぐらいでしょ、うん、でしかもさらにそれから人類が誕生したら多分そんなことないでしょ、うん、でその中で今のスタイルになって加速度はやばいよな。やばい、進化の加速度なのか。最終的にどうなるんですかね。どうなるんだ。あ、最終的に地球爆発なんだ多分。おそうそうそう、だからそれまでに脱出できてるかじゃない。あ、一緒に爆発しないで。そう、地球が爆発する前に人間は死ぬんですかね。そっちが先なの。あ、人間先に死ぬんじゃん多分。人類は多分絶滅になるんだ。暑いか、今は別にね、うん、人類にとっては温暖化だけど、うん、地球にとってはそういうことないからね、うん、どうなるんだろう ね本当にね。今度はじゃあキャンさんをね交えて宇宙トークを、宇宙トークしましょうか。いいユニバーサルトーク。そうそうそう、ということで、本日もですね、遠くからそして近くからもメッセージもいただいてるみたいですのでではザットさん。はい、シュプリームさんいつもありがとうございます。こんばんは。こんばんは。アナゴナミエです。どっかに聞いたな。おっしゃったのはシュプリームさんが先でした乗りました。シュプリームさんのを使われました、はい、ほら使った俺すげえと思ったの。そっちじゃないだろうな、これきっと月だよな武蔵さん、伊藤さん、ザットちゃん、ミキさんのキャンさん、リスナーの皆さん、こんばんラボラボ、生放送お疲れ様です。いえいえ、本当にね、いつもありがとうございますね、うん、多分仕事終わりとかね、もしかしたら仕事中なのかな、ね、こういう時間にわざわざね、聞いていただいて ね、本当にありがたいなと思います ね、うん、これが気になる、天空スタジオアリス、あ、スタジオアリス、そういうこと。そういうことか。写真館。そういうことかなるほど言ってて今気づいた。なるほどね、そういうこと武蔵さん。あ、そういうこと、ね、だから重ねたんだね。俺生放送お疲れ様です来てて、うん、で日光来てるから、うん、かどうしたと思ってそう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 、え、そういうことじゃない、ね、ありがたいね。ありがとうございます。そしてみんなあれですね、頭が柔らかい。あ、そうね本当にそう、そういうのいいよ ねやっぱ柔軟だよね、うん、これから必要とされるわ。そう、いや大事大事大事ね、うん、だそういう人とみんなでなんかあれやるか、一本グランプリ。あ、一本？一本ですか？うん。しりとり、でもしりとりもルール決めてやると面白かったし。あ、そうそうそう。四文字縛りとか。五文字。四文字縛りだ。五文字縛りとかな。終わりの字。そう。縛り。何がダメとかね。そうそう。必ずそれじゃ、それ必ずそれじゃないとダメは難しいけど。うん、この言葉で締めちゃダメとかやるとまた面白いかもな。確かにそういうのがいいね。恵比寿さんこんばんは、ありがとうございます。あ、先週からありがとうございます。月までの距離は38万4400キロ、うん、やば、デジ遠いね。いや本当にかぶったしそう、デジ遠いねとかもね。平均です。はい、平均、平均、はい、あ、距離が変わるのか。変わります。あ、月が動くから。楕円軌道なの。そうそう、楕円軌道だから。そうそう、平均、平均、なるほどね、うん、なるほどね地球の光は8分前だっけ。いや、わかんない。あ、ただ太陽の光は8分前だったかな。月まではだいたい1秒ちょっとで届きます。だからそうそう、意外と近いのかな。だからこう考えると近いんだよね。でその
宇宙の話を聞いてて渋いなと思ったのは過去を見ることができるみたいな感じで、そうそうそう、過去は遠く遠くのものを見れば過去は見えるんだって。あ、そうなんですか。遠い光、遠い星の光が届くのが何万年前とかだから、うん、結局ほら太陽だって8分過去の光を見てるわけじゃない。あ、はいはいはい、そうそうそう、あ、そういうこと、そういうことらしい。渋いなと思って、過去を見ることはできるんだねと思ってさ、え、今知った。そうだから、それでそう、こう何万年前に星があるとか、うん、だからもしかしたらめっちゃ遠いところの星はもうない、すでにないかもしれないとか説もあるらしい。今見えてるその星の光っていうのがその何万年前のやつってこと？そうです。え？かもしれない。いや、めっちゃ遠かったらそうかもしれないですよね。だって何億光年先って。歌？なんでそれ？あれ？なかったっけ？だって1億光年ってあるじゃん。光の1光年ってのが光がの速さでも1年かかるよってのが1光年でしょ？あ、そういうことか。そう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 。光の速さで出たよ。で1年。そう。だから考えると意外と月ももしかしたらあるかもしれんな。え、宇宙も365日なんですかね。知らん。知るか。人がいるから。じゃあ時間とか年とか月って、ほら月とか年とかってのは時間の概念じゃん、うん、だから人類が いればそうじゃない。人類か生物がいて同じ単位を使ってれば365日になるかもしれないね、うん、多分ね。だって多分その概念がない人たちからしたら時間っていう概念がなければ。ああ、そっか。そうそうそう、すいません。いや、いいんじゃないですか。ロマンがありますよね、そういうのね。コロナは増えすぎた人口を地球が淘汰しているのかと。スプリームさんそう思うの？いや、たまにそれは思う。なんかね、思いたくないけど、うん、もしかしたらそれも思う。だってほら自然界ってほらザトウクジラがいっぱいプランクトンとか食べたりするとか、うん、そういうのでバランスって保たれてるっていうじゃない。ああ、はいはいはい、そうそうそう。でもまあウイルスはね、まあ、そういうことはないかもしれないけどね。でもなんかね、うん、でも人類は立ち向かって必ず勝てると思ってるから、うん、勝つかうまく付き合うか。ああ、一緒に風みたいな。そう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 、うん、まあしょうがないと思うけ、うん、だってほら人は生きた以上必ず死ぬのは、はい、まあ、100% 決まってることだから、うん、その中でね人生を楽しく生きれるようにしつつ、うん、でそれを全うするためにこういうところも乗り越えないといけないから、みんなでね協力して乗り越えられたらいいかなと思うよね、うん、月ね、本当にね、月ね、遠いね。遠い。そう、ファーは遠く遠く走るファーだからや。確かに昨日聞いたよ。ドレイミーの歌よな、はい、そうそうそう、楽しいや。宇宙考えても楽しいしな。でも旅行行きたい。まずは近いところから行きたいや。確かに。じゃあ何千キロって全然近いんですね。そうだそうだよ。そう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 、ね、これを見たらね、うん、だって地球、36でしょ。6周ぐらいしたら月ってことよ。地球1周4万キロだろ。四六24万キロ、四神28万キロ、四波32万キロ、四九36万キロだから地球9周分ぐらいか。9周分、あっという間し、イーロン・マスクが連れていくんじゃんそろそろ。ホリエモンか。確かに。だろ。でも行きたくないや、怖い。怖い。食べるのが合うかな。あ、大丈夫、好きなのを持っていけるから。またすぐ持っていけ、自分で作る。お前はそれか。俺はさ、何、最後は自給自足か。違う違う、だって今宇宙食って作れるんですよ。知らね。早く曲紹介してくれ。もうだって終わるよ。だから曲紹介しながらそれで終わる。はい、じゃあ私からの一曲はイルビスでザ・フォックス。でも宇宙って意外と近いっすよ。へー、100キロぐらいが宇宙って言われてるんで、沖縄本島を縦にしたら宇宙です。あ、でも地球上、ん？どういうこと？宇宙？あの、大気圏から出たら宇宙なので。ああ。あ、そうそう、あの、沖縄本島を縦にしたらもう宇宙です。あ、そういうこと？はい、大体あっという間だよ。あっという間です。そう言われてみれば。お、恵比寿さんから褒められたんで。いいこと言うじゃん。キン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 。人生楽しんでるんだ。はい、キャンさんも壊れた。What the fuck say? Happy home, happy, happy, happy home。 なんかお前の歌だった、マジ。なんで？最後にもう一度ペーパーブルーの。
じゃあ一分前ぐらいからちょっと喋るか BGM にしてもらいながら、はい、またぶつけてる、ね、あ、すごい、キャンさんのタイミングで上げてもらいます。はい、じゃあ一旦下げますね。はい、はい、人生楽しんだもん勝ちよということでね、楽しんだ方がいいよね、絶対決められてるんだもんね、うん、どうせね、うん、楽しく皆さんでね、はい、まあ、いろんなくだらないことでもいいですしね、楽しいことでもいいですし、どんどん気軽に投稿していただければと思います。そしてね、シュプリームさんもいつもありがとうございますね、旅行楽しんでますね、羨ましいね、めっちゃ私これ気になります、日本国道最高地点。よし、じゃあそれまた来週話聞かせてください、はい、月では狐はなんて鳴くんだしでしょうかね。だしょはい、ということでお送りしてまいりました沖縄ツーリズムラボ、この時間は各社の提供でお送りしました。では皆さん、いい金曜日の夜を、おやすみなさい。コンコンコン、おお、すごい、お疲れでした、ありがとうございます、綺麗、そう、めっちゃ綺麗な、ね、雲がなんかまた結構雲動いてんな、ね、いい感じですね、2秒塗ってあげたい、はい、結構ボコボコしてるスムーズにそう、カメラの方のモニターで見たら輪郭もちゃんと映ってるんですよ、ね、こっちからでも綺麗に一応出てますよ、出てます、うん、この夜の風がダメー、ダメーダメー、やめてー、嫌だ、セキラウン、あ消えた、なんかフェード、本当に うまくフェードかかった、で、あ、ちょっと戻ってきた、ありがとうございました。じゃあスプリングさんもまた来週聞かせてください、ね、来週このパン屋のパンも気になる、本当に、あ、稲尾さんもいいな、皆さんもオブラディオブラーダ、オブラディオブラーダ、確かに、はい、ゴーゾーンブラー、人生はそういうもんさ、ララハザライゴーゾーン、オブラディ